北朝鮮の平昌オリンピックへの平壌派遣に関して南北が対話を始めた子で、韓国のムン・ジェイン・ブーナトラ星は、緊張を緩和させ朝鮮半島の問題での国の存在感を高めたいという思惑があり、ただ、核問題の解決につながる2個は低く、今後、北朝鮮との対話進展とは、理科との同盟関係の間で板挟みになる子も予想されます。北朝鮮は、ピョチャ、オリンピックへの代表団の派遣にして、韓国と協議をするため、3日、パ、ムイヨム、バンカド店の韓国との連絡地、トンネルをおよそ2年ぶりに再開し、南北、20分ほど通話をしました。韓国の、ジェイン大統領は、これまで北朝鮮、オリンピックに参加すれば朝鮮半島の金っています。またムン大統領は2日外方針に関して、我々は自国を国周辺部のように見る愛国化された式ら抜け出し、強い中堅国家として理主体的に堂々と振る舞う時が来た述べ、アメリカと中国が大きく左右する、尖半島の問題で、南北の対話によって韓の存在感を高めたいという思惑を示しまった。ただ、北朝鮮のキム・ジョンウン、西温朝鮮労働党委員長は、米韓合軍、演習をやめるよう要求している上、平昌オリンピックに関する南北の対話が核問題の解決につながる見込み、低いのが実情です。このため、今後、南、韓の対話の進展と、核放棄を求めて、ハサに厳しい姿勢を崩さないアメリカと、